いと思います。聞き慣れない曲で盛り上がりにくいと思いますが、最後まで応援よろしくお願いします。花が咲く桜木の道を、枯れた木はそばで眺めてる、夢いつつ瞳がぼやけて、不安な気持ちどうしたらいい。明日9月1日に日曜日、北九州のあるあるシティさんでライブがあります。でその中でですね、なんと浴衣クイーンコンテストというものがあってですね、私のグループからはりなちゃんが、出場します。なのでまあね、ライブも見れるし、まあ、いろんなグループが結構おるけん、まあ、いろんなグループのライブ見れて、まあ、浴衣も見れてっていう、まあ、結構ねボリュームのあるイベントとなっておりますので、ぜひぜひお時間ある方はお越しください。よろしくお願いします。はい、それではね、この後物販とかまで他のライブもあるとね、宮沼は退場させていただきたいと思います。今日はありがとうございました。以上、キャンディークロスって言った方がいいかな。じゃあ、以上キャンディークロスでした。ありがとうございました。